も私たちのそばに浦和レッズはいてくれました。3度目の ACL 王者を目指して頑張れ浦和レッズ。 We are Reds。 選手の皆さん、自分を信じて仲間を信じて絶対に優勝しましょう。私たちも全力で後押しします。共に戦いましょう。 We are Reds。 2019年のリベンジ固めしましょう。絶対勝てます。 We are Reds。2021年の12月から始まったこの物語はもうすぐで終わりを迎えようとしています。ただ終わればいいというものでは絶対にありません。2019年の雪辱を絶対に晴らしてトロフィーを最下で掲げましょう。 We are Reds。 ACL 決勝当日はスタジアムで全力で応援して優勝できるようにサポートしていきたいと思います。頑張れ We are Reds。対戦選手の皆様、お疲れ様でございました。僕は、20年間浦和レッズをですけれどもね、九州の方から応援している、まあ、絶賛遠距離恋愛中の九州在住の、浦和レッズサポーターにはなってくるんですけれどもね、今回も埼玉スタジアム行かせていただきます。選手の皆様を、サポートしに行かせていただきます。苦しくなったらスタンドを見てください。本当にこんなに誇らしいクラブ、僕は他にはないと思っております。さあ、3回目のアジア王者へ向けて、そして世界へ向けて共に戦いましょう。羽ばたきましょう。 We are Reds。 選手の皆さん、ファーストレグは素晴らしい試合を本当にありがとうございました。私は現地で応援をさせていただきましたが、選手の皆さんが私たちの前で最後までちゃんと聞いてくださって本当に嬉しくて、現地まで足を運んでよかったと心から思いました。セカンドレグでは約6万人のサポーターが12番目の選手としてピッチ外から後押しをします。最後は絶対にみんなで笑顔で We are Diamonds歌いましょう。 We are Reds。 選手の皆さん、応援してるので頑張ってください。頑張ってください。せーの、 We are Reds。